ブリタニア全土で繰り広げられるステグマ軍と魔人軍による聖戦。そんな中、実界から離れていたデリエリとモンスピートのもとにエスタロッサが海軍を奪いに現れる。死闘の末、エスタロッサを道連れにするモンスピート。最後まで沈黙を貫き、その秘めた思いを口にすることはなかった。モンスピート！だから言わないよ。よし、準備が整った部隊から進軍を開始する。巨大な反応が接近してくる。この気配は間違いない。バカ、取り乱すな。気配は一つだ。対象を囲め。あなたなの？これは未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった古の物語。魔人族の精鋭実界の統率者として覚醒したメリオダス。闇に覆われしブリタニアを、そして最愛の者を破滅から救うため、一人の王女は決意する。不滅の騎士団七つの大罪は再び立ち上がる。信じられない今も消してしまいたい過去も、どんな未来も受け止めてあげよう。ひらひら記憶が舞う。忘れてしまえたらを少しは楽になるのかな。終わりのない迷路みたいに続く夢。眠れない夜にはいくつもの夢を見て、夜は決まれ、ギリギリで生きて、たどり着いた答え、二人握りしめた、どんな未来もあることで決めた。僕を見つめる君の目は確かに罪を描き、ロコン戦団。ドレファス様、お見事です。これで南門はあらかた掃討できたか。北門と西門も被害を最小限に食い止めたとのこと。さすがは国王陛下の懐がたる。ドーンロー、おてんば見習いのジェリコもなかなか侮れんな。申し上げます。東門に強力な個体が出現。グリアモール隊壊滅です。なんだと。バカな、この俺のウォールを破るとは。グリアモール、ダメだ。この位置から攻撃すればグリアモールを。頼む、もう私から息子を奪わないでくれ。ドレファス様が巨人に。信じられない。父さん、この魔力はまるでフルサイズ。まさかグリアモールを守るために力を貸してくれたのか。
デリエリ、あら、あいつはデンゼル様を殺した実戒純血、神よ感謝します。ようやく我が手でデンゼル様の仇が撃てることに。うわ、待って、彼女に戦う意志はないわ。うわ、どうしてここへ？何があったの？どこに行けばいいのか分からなくて、その時お前の魔力を感じて、モンスピートが私なんかを助けたせいで、あのバカエスタロッサに。エスタロッサ、見つけた！あいつは？お？ついでにもっといいもんも見っけ！最高だなおい！デビルハウンド！兄貴の元から逃げたのかは知らねえが、まったくついてるな。また会えて嬉しいぜエリザベス。てめえよくもモンスピーターが。デリエリ、開言はいただく。安心しろ、すぐモンスピートの元へ送ってやる。やっぱりメリオダスを魔人王にするために開言を集めているのね。メリオダスを魔女王に？言っとくが、俺は。そんなことはさせない。おい、少しは俺の話も。ったく、釣れねえ。ここまで拒否されると意地でも奪いたくなっちまうじゃねえか。エリザベス様のアークを食らってよく無傷で済んだものだな。この気配さすがと言っておこうか、エスタロッサ。よう、仲良し4人組のサリエルとタルミエル。デュドシエルの堅物はどうした？あとなんだっけ、マエル。おっと、悪い悪い、マエルは俺がぶっ殺したんだ。お？私たちは一人であなたたち実戒二人分の実力を持ってるの。あなた一人を始末するくらい朝飯前。いや、行ってくるんじゃねえか。へえ。へ、キリング操作。はあ。四大天使最強の男を殺した俺に
てめえらごときが勝てると思ってたか。私らを閉じ込めておくつもりか。今のふざけた魔力、お前はやっぱり女神族のエリザベス。誰もいないわ。みんなどこ？誰か返事をして。極炎は肉も骨も全部焼き尽くすまで消えねえ。安心してエリザベス。この声、ティアンヌ。竜巻と大会の音調を披露する暇もなかったな。さて、うわ、ならば見せてやるさ。我らが音調を持って同胞マエルの仇を討たせてもらう。3000年前の仇討ちとは女神族もねちっこいよな。揃って済ました面しながら俺を焼くような憎悪がじりじり伝わってくるぜ。本来なら俺の慈愛の前で憎悪を抱く者は何人をも傷つける術を失うはずなんだが、最高神の加護を受けた四大天使には効かねえ。そうだよな。だから不思議なわけ、あなたごときにマエルが殺されたことが。そんな簡単なこともわからねえ方が不思議でしょうがねえよ。俺が強えからに決まってんだろう。君ごときがこの僕に触れられるとでも思うかい？これが恩寵なら大したことはねえな。慌てるなよ。どうなってやる。神の領域にようこそ。そこは僕らの恩寵によって作り出された空間さ。でもぶち壊してやるよ。やめときなさい。いくら暴れてもそこからは脱出できないの。大会に唾吐いて竜巻にため息をつくようなものよ。復讐は今果たされる。
竜巻と大海に引きちぎられ、生ずる雷に打ち砕かれよ。天罰は魔人族をも再生不可能な分子レベルまで分解する。消滅をもってマイルを殺した罪をあがなうがいい。じいい、急に静かになったね。一つだけ大きな反応が消えた。関所、どちらが勝ったんでしょう。そりゃこっちが聞きてえよ。関所、今のうちに食事にしましょうか。悠長に飯食ってる場面じゃねえ。関所、次は正面か。もう一体の実戒はどう対処しましょう。あ、やはり魔人族は撃たねばならない相手かと。教えてくれエリザベス。モンスピートが、あいつが死ぬ前私に伝えたかった、ずっと隠してた言葉ってなんだ。いつもあなたのそばにいた人ね。ごめんなさい、私にはわからないわ。そりゃそうだ、あいつは無茶な戦い方ばっかする私の背中をいつも黙って守り続けてくれたんだ。なのに私はあいつに何一つ何もしてやれなかった。それなら私も同じ。私はずっとメリオダスに守られ続けてきたわ。彼がどれほど私のために血と涙を流し続けてきたかも気づかずに。そして今、私を救うため彼は自分の全てを犠牲にしようとしている。私はそんな彼の気持ちに報いるためにも自分にできる精一杯のことをしようと決めたの。モンスピートがあなたをどう思っていたかはわからないわけど、大切なのはあなたが彼をどう思うかでしょう。四大天使様がお戻りになられた。ご無事でしたか、サリエル殿、ダルビエル殿。まさかもうエスタロスをぶっ倒したんすか。今頃塵になってるはずさ。失礼ですが、後ろにいるのは。うん、ちょっとどういうことだ。僕らと同等の力を持たなければ脱出は不可能なはず。様子がさっきまでと違う。まさか東急88000。やべえ。歪められた精神がさらにねじれてしまった。はい。なあなあ、お前らもっと俺と遊んで。なんなのあいつ。ちょ、君悪いやつ、離れなさいよ。離れた。ダルミエル様。闇でダルミエルの液体化を止めたのか。へへへ、遊ぼうぜ。僕には魔人とじゃれ合う趣味はないんだ。こいつ、竜巻を力ずくで。こいつの異常なパワーアップは一体。
すげえ、やっぱ強えわお前ら。ふーん、あ、さ、最高、四大天使半端ねえ。ありえない、私やサリエルとどっこいの強さになってるし。エスタロスタはガランの会合も取り込んでいたのか。いや、本当に参ったわ。二つでもまだ足りねえんだからよ。自分の会合の他にもう一つだと。そんなことが可能なの？でもお前らに勝てねえようじゃ、兄貴には到底勝ち目はねえよな。次回、イシメヨマ、死骸、エニワ、コタ。あれは、モンスピートの沈黙の海軍、デリエリー、ガラカチワ、ナトレ。全員退避！エリザベス様も一緒にこちらへ。こんなことが。ごちゃごちゃうるぜ。お前ら黙って殺されればいい。このメリオダス様にな。飾るのにふさわしいお題だぜ。ご存知、豚の帽子店の看板豚。残飯に生き、残飯に死ぬ、残飯処理騎士団誕生。好きなものは残飯、嫌いなものはねえが、強いて言うならこんな残飯はご遠慮だ。必殺技はローリングハンターック。俺様にかかりゃ魔人族だろ。長くなりそうなのでこの辺で。次回、七つの大罪神々の逆鱗暴走する愛。